トレーラーもさ、ええ、たくさんあるよね。うん、トレーラーいっぱいあるっすね。トレーラーってさ、ええ、名盤ってついてないの？あ、ついてる。ものによってはやっぱついてるんだよな。兼光だってこれ、あのポーネンスについてきたトレーラーですね。どこだろう。シールで消えちゃってるな。でもさ、よく見ると結構丁寧に作られてるんだよね。そうっすね、当時の安くないっすからね、トレーラー、はあ、多分これだって30万ぐらいするんじゃないですか、新品。そうなんだ。トレーラー会社っていっぱいあったんだよね。そうっすね、いろんな会社が。もね、面白いんだよ、結構調べると。これ面白いトレーラーですよ。それ言ったらトレーラーなのにピッケルの車掌がついてるんです。四駆？四駆後ろが駆動するの？これトレーラーも駆動するんですね。ギアボックス変速があって、ここに下のノックだからミッションとデフがついてるんですよ。駆動トレーラー。本当だ。これ珍しくないの？これ珍しいと思うんですよ。綺麗な状態だったらいいかったですね。ねえ、トラックで引っ張るんでしょこれ？あ、これトラクター用ですよ、トラクター。ああ、と今なんて言った俺、言葉間違え、トラクター、トラクター、トラクター。うん、これも多分結構古いと思うんですよ。古いよな。綺麗だけど、こう振り返って、これで振り返ってこれで入れるわけだ、ギアを。そうちょっと待って、そうすると、うん、あの四駆じゃないトラクターでもちょっと田んぼに入ったりとかできるんですよ、これがついてれば。だってさ、トラクターのスピードとこのスピードってちぐはぐになっちゃうじゃん。そう、そこが大変なんです、このトレーラー。だからあくまでもあの、うん、軟弱地、足場の悪いとこだけで使うんですよ、うん、普段の走行じゃなくて。やっぱりあれかい、あの軟弱地盤だと居込んだりしちゃったりとかするからか。そうなりそうになった時にギアを入れて入れるんだ。そうすると後ろも回るから走れるっていう。松山っていうと何これ、あ、岩手で作ってたんじゃない？そうらしいですね、これ。岩手じゃない。こう松山つけど、あのプラウの方の松山じゃないみたいですね。愛媛じゃねえんだ。そう。よくわかんない会社ですけど。まあ、これ持ってても使い道がないっていう。これ貴重な資料だね。パワフルトレーラーだな、確かに。へえ、珍しい。これトラクター何でもつくの？大丈夫です、 PT4 があるトラクター。普通のトラクターなら何でも。20馬力ぐらいだったら。小さいとダメか。いや、全然ついちゃう。何でも大丈夫ですよ。だからまああんま良くないけど、小さめのトラクター15馬力とかでこういう大きいトレーラー引っ張りたくても普通引っ張れないじゃないですか、重くて。だけどこれだと駆動するから引っ張れるんですよ。あんま良くないですけどね、下り危ないから。まあね。
今思うとあんまりこういうの作ろうっていう発想にならないもんね。うん、だから昔は何としてもこういろいろ工夫したんだね。そうそう、こうやってね。で、岩手って駆動トレーラー多いんですよ。テーラーの駆動トレーラーあるじゃないですか、耕運機の、うん、シャフトがつながってるやつ、ベルトとこうテーラー、前運転会で動画撮ってたじゃないですか、後ろが回るん。そう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 、テーラーで東京かどっかの運転会で撮ってなかったですか。撮ってない。いや撮ってたんですよ、上げてたから。俺、ええ、そこにもあるんです、あれ駆動トレーラーのテーラー用の。俺今そこ行こうと思ったんだけど、あれヤンマーだよね。